宝くじ引いてましたよ。どんな感じになっていたかこちらをご覧ください。どうぞ。はい、2日目いきます。これ今日は誰かな。おい、またやんけ。おい、おい、こういこうや。じゃあ、おうおう、昨日200円やったやろ。ああ、だから500円だったらこれもう終わりやから。そうやな。あ、ブータローとかも。じゃあハマジやんけ。え、そうなん。そんなもんな。じゃあ絶対ハマジや。マジか。ブータローやもんだって。ランドセルでした。ということでマイナ200円、おめです。次お前が引け。はい、引け。まだな、200円前ないから500円引いたらこの地獄のゲームも終われるから。いきます。あ、新キャラや、長澤くん。同じようなもんですね、昨日。じゃあもうこれな、タマちゃんや。ほら、あ、ほんまや。丸尾末男や。12月31日に生まれたからや。あー、あかんな、タマちゃんやもんな。あー、帽子か。4日目です。マイナー400円、これ合わせたら600円、だから500円ではもうダメになりました。タマちゃん、あ、これは、あ、これは我々がプラスを出すとなると、100万ですね。100万以外はもう認めません。まず200円からいきましょう。変わらず600円の、400円のままです。宝くじ買い続けチャレンジ5日目です。ただのターン。さあ、ここは何が出るかな。あ、ハマジや。ハマジや、初やん。初ハマジ YC でした。マルちゃん。あ、マルちゃんか。あ、マルオくんや。マルオくん、ドキッとした。ドキッとしたな。あ、ちゃん、ブータロー。あ、おっしぇ。600円、600円ということでね、それぐらい今負けております。すごいマイナスは今なんとか踏ん張っておりますんで、5000円引いたら割れるな。あ、お、マルオスよ。マルオスよね。俺これの予想な、桃子やと思う。桜桃子がこういう意味わからんやつの時ってことはもう一個はキャラやで。だからもう頭をこう見えたらいいんちゃう。なんかもう来てんちゃん。あー、じゃあもう、あ、じゃあ、じゃあ、じゃあもうまだやるぞ。じゃあ閉めてください。今閉めたんですけどもね。